安田雅史と柴井玲のセカンドベース。こんばんは、安田雅史です。皆さん、愛媛県出身の女優でアーティストの柴井玲です。もう覚えていただけましたか？今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、7月になりましたが、皆さん夏バテ防止対策とかなんかやられてますでしょうか？まあ、僕はですね、最近は塩タブレットとかを、はいはいはい、買って食べたりして、はい、塩分補給プラス、まあ、そこに飲み物一緒に飲んで水分補給とかしてますけれども、ゆりちゃんなんかしてる？私は一緒で水分補給を結構してます、うんうんうん、ああ、まあね、大事ですからね。そういうの道歩いてて結構暑ってなる時あるじゃないですか。そういう時に自動販売機行って絶対買ったりとか。意外とね、もうね、喉乾いたなって思ったらもう本当に体喉乾いてるから、ね、早め早めの、ね、早めがいいですよね。そう早めの早めの水分補給、皆さんも意識してやっていただければいいのかなと思います。まあ、ではね、まあ、今回もゆりえちゃんから大事なお知らせがございます。はい、私のツイッターアットマーク小文字でゆりえアンダーバーしばと検索していただいたら、しばゆりえのツイッターが出るので、皆さんどうぞフォローよろしくお願いいたします。もっとさ、お願い事あるでしょ。ゆりえちゃん、失礼しました。はい、ごめんなさい。うちの事務所の公式のツイッターのフォローぜひよろしくお願いいたします。ちょっと待って、ちょっと、あ、すいません、 OK です。友達か俺たちは。大変失礼いたしました。あ、すいません、声を荒げてしまいましたね。はい、すいません。大変失礼いたしました、はい、今お聞きのこの番組セカンドベースはラジオ収録と同時に映像の収録もいただいております。それを編集してリメイクラジオとして、ラジオ放送後約10日程度で YouTube にアップしていただきますので、リメイクラジオセカンドベース等でスマホで検索していただきますようよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、ね、皆様ぜひご覧ください。それでは今回最初のコーナーはMGI15 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とその駅数がですね、必ず往復ジャスト50駅にして田端まで帰ってくる、まあ、その工程とですね、目的駅のリポートをさせていただくというコーナーです。ですがね、まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を鑑み、まあ、コロナ禍限定の新ルールということで、まあ、関東圏限定で、まあ、50音順ということで進めております、はい、で今回はですね、駅名の最初に市がつく駅名の中からリサーチし、千葉県千葉市にありますモノレール駅での、市役所前駅に行ってまいりました。はい、ゆりえちゃんはこちらの市役所前駅とか行ったことあります？市役所駅前行ったことないんですね。うん、そもそもモノレールは知ってるよね、さすがに。モノレールは、うん、ディズニーランドを昔行くときに あるじゃないですか。 あれで知りました。ああ、そこで、そうなんだ。はい、こんな乗り物あるんだと思って。よくね、意外とね、ゆりかもめだったりもありますのでね、はいはい、お願いしてね、ちょっとね、そういったところもあるので、まあね、今回行った理由の一つでも、はい、ゆりえちゃんにね、このモノレールの魅力を伝えようかなっていうのも一つもありまして、ちょっと楽しみですね。しかもね、なかなかこのモノレールの駅を紹介するっていう機会が少なかったっていうのもありましてですね、はいはい、まあこちらの駅ですね、駅というかこのモノ、はい、千葉都市モノレールなんですけれども、はい、某ドラマの、現場がですね、まあ、千葉病院駅で撮影することが多くてですね、はい、で撮影が終わって、はい、まあ、僕は天気がいいと、バスで駅千葉駅まで行くんじゃなくて歩いて駅に帰るんですけれども、はい、まあ、その時にですね、よくこの、はい、モノレールを見て、はい、いつか乗りたいなって思っていたのが一つと、何でも乗りたいかっていうのがもう一つあって、はい、僕結構アニメとか、まあ、ゲームとかそういうサブカルが好きなんですけども、もう好きでアニメとかボーカロイドとかとコラボしてラッピング車両で走行してた時期があったんですね、はい、そういうのも僕は知ってて、あ、ちょっと乗ってみたいなっていうのもあって今回ちょっとね、はい、行ってみました。はい、はい、で実際この概要なんですけれども、はい、この駅のですね、開業は1995年の8月になります。私が生まれた年です。おー、さすが何かありますね。ぜひ乗っていただきたいっていうのもありますね。そうですね。で所属事業所なんですけども、はい、千葉都市モノレールとなります、はい、そして乗車人員なんですが、2019年度は、2581人で、降車人員が5185人となっております。これどちらもあれですね、2019年度となります。はい、で、この駅はですね、無人駅になります。はい、そうなんですか。そうなんです。しかも、駅を中心に千葉駅、
京成千葉駅、千葉中央駅、新千葉駅、千葉港駅っていう、もうね、いろんな駅が密集してるこの地域のね、あの、あるんで、まあね、無人駅とは思わなかったです。あ、本当結構ね、無人駅はね、こういう都市部でもね、多いですね、はい、あるんですね、うんうん、全然ある全然ある。まあだからといってね、全然あのそういう運行に支障があるわけではないので、結構快適ですね。へ、はい、実際にルートの説明に入ります。はい、駅なんですけれども、山手線内回りに乗りまして、田端駅から新宿駅まで行きます。ここで8駅です、はい、そして JR 総武線に乗り換えまして、新宿駅から錦糸町駅まで行きます。ここで12駅です。そして JR 総武線快速に乗り換えまして、錦糸町駅から千葉駅まで行きます。ここで6駅。そして千葉モノレールに乗り換えまして、千葉駅から市役所前駅、ここが1駅、合計しますと27駅になりますね。そして帰りなんですけれども、はい、帰りは、千葉モノレールに乗りまして、市役所前駅から、千葉港駅に行きます。でここは1駅です、はい、そして JR 京葉線快速に乗りまして、千葉港駅から新木場駅まで行きます、はい、ここで7駅です。そして東京臨海高速鉄道臨海線に乗り換えまして、まあ、新木場駅から池袋駅まで行きます、はい、ここで11駅です、はい、そして山手線外回りに乗り換えまして、池袋駅から目的地の最後のですね、帰りのゴールである田端駅、ここで4駅、合計しますと23駅でジャスト50駅になりましたということですね、はい、この駅の感想なんですけれども、はい、まあ駅名の通り、うん、市役所が目の前にあるっていうのはもうそのまんま、そのまんまのリポートになってしまうので、はい、あれなんですけれども、はい、しかもですね、これ歩いて10分もしない場所にですね、はい、あの千葉ポートパークという本当に大きな、公園があるんですよ。でその中に千葉ポートパークっていう大きな駅があって、はい、千葉ポートタワーっていうのがあるんですよ。でその展望施設があり、はい、東京湾を眺められるんですけれども、まあ、高さが約ホームページでちょっと調べると125メートルぐらいなんで、はい、で行った時天気も良かったので、はい、その公園まで行こうと思って行って、はい、行ったら結構、ね、バーベキューやってる方が多くて、なんかそのあのサイトを見ていただくと分かるんですけど、手ぶらでバーベキューみたいなのが売ってあって、はい、その施設で、はい、バーベキューセットとかも食材も用具も、借りて買えられるんで、結構バーベキューやってる家族連れが多かったかなっていうイメージでしたね。あ、それだけ広いんですね。そうで、バーベキューやってるのを見て、そう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 、はい、やってるのを見て、やっぱコロナ禍だしね、でも外だから結構、はい、外だから換気もいいからね。やってそうですね。そうで、しかも小さい頃にね、ちょっと愛犬と一緒に、はい、家族でバーベキューやってたのをちょっと僕は思い出して、ちょっとう、ね、うわー懐かしいって思いながら鑑賞に来たってました。ワンちゃんと一緒に。そうそうそう、結構、でも家でやらない？田舎あるあるじゃない？家の庭でやらない？バーベキュー。あー、でもその一軒家とかだったらやるかもしれないですね。ああ、そうだよね。うち一軒家だったし庭もあったからやってたね。めちゃくちゃいいじゃないですか。そこで、ね、犬をちょっと柵はちゃんとつけて外に出ないようにするけど、放し飼いしたりとかして、はい、そうやって本当に楽しかったな、あの時は。絶対楽しいですよね。いとこも呼んでやってた。うわ、本当に大人数でやればやるほど。そう、やればやるほど楽しい。面白いですよね。本当に、まあね、ちょっとコロナ禍でね、みんなで集まってっていうのはなかなかあれですけれども、まあでもご家族というね、はい、限られた集団であれば、多分バーベキューやっても、十分楽しめるんではないかなというふうに思います。はい、ちょっと行きたくなりましたね。はい、ぜひね、モノレール乗って皆さんも行ってほしいかなと思います。はい、以上、今月の MJ15 のコーナーでした。ゆりえのように聞かんと。さて、このコーナー、ゆりえのように聞かんとは、私柴ゆりえの思い出の楽曲やこだわり、マイブームな楽曲を紹介していくコーナーです。ちなみに愛媛県の方言伊予弁で、ようにはよくという意味だそうです。それではゆりえちゃん、今回はどなたの何という楽曲を紹介してくれるんでしょうか。はい、今回は LG モンキーさんの未来列車です。お、なんでこの曲。ちょっと前の前回の回でも、うんうん、LG モンキーさん紹介していただいたんですけど、させていただいたんですけど、うんうん、まあちょっと好きすぎて今回もっていう感じにはなっちゃったんですけど、いろいろみんなに知っていただきたいので、ね、ちょっと次回からはいろいろ持ってこようかなと、ね、次回からはね、はい、ちょっとね、思うんですけど、連続はね、うん、まあでもね、その好きさはちょっともう伝わった、伝わりました2回やるぐらいなんだなみたいな、うん、それは分かる、ね、好きな人だとね、連続でやりたいよね、分かる分かる、はい、すいません、ちょっと話の骨を折りましたで、ね、この楽曲の説明いいでしょうか。はい、はい、アルバム名が合言葉というア
ルバムで、2012年の11月にリリースされたものです。で曲名が、まあ、このアルバムの中の9曲目に入ってるんですけど、未来列車という曲で、まあ、これは本当に聴いていただけたら、この後聴いていただくとは思うんですけど、好きな歌詞の部分が、君に行くと告げた日から僕は少し大人び、揺らぎ迷いうつむいたままの僕はもういない、首をかしげたまま走る未来の列車は僕らを乗せて自由に進むのっていう歌詞があるんですけど、あの私が東京もうあの愛媛にいる時は、あの高校卒業してすぐ福岡の専門に行ったので、もうほぼ高校卒業してからはもうみんなと離れ離れみたいな、家族とも友達とも離れ離れみたいな状態だったんですけど、まあ本当にさっき言った歌詞の通りに、私はちょっとでも今大人びて、まあいろいろ迷ったりもしていろんな経験もしたけど、今はこう自由に、まあ今やりたいことをこうやってラジオのパーソナリティとかやらせていただいてて、すごいやりたいことをに近づいて、まだまだ途中なんですけど、やりたいことに近づいていけてるんじゃないかなっていうことで、そのみんなにこの近づいていけてるかな私みたいな感じの意味も込めて今回この曲にしたんで、前のやつとちょっとつながっちゃってるんですけど、まあ未来列車っていう曲で、私はまだまだあの夢に向かって頑張っていくよっていうのをあの伝えたくて、今回この曲にさせていただきました。いいですね、そういうメッセージ性もいいですよ。、まあ、少し大人びってね、そうですね、ちょっと強がっちゃったね。でもこれ曲聴いたら分かるんですけど、めちゃくちゃあのリズムとか、その今言った歌詞の部分がすごいいい感じになってて、すごいいいです。いいですしか言ってない。すごくわからないけど、まあ実際に聞いてみて、あのね、はい、この後リスナーの皆さんもあの聞けると思うので、まあ、はい、実際に流してもらいただくので、はい、ぜひ聞いて、あね、ゆりえちゃんはこういうことを思ってたんだな、こういうことを思ってこういう感覚聞いてたんだな、はい、みたいな感じで、はいはい、聞いてもらえたらいいねです、はい、ということでこのコーナー、ゆりえのように聞かんとのコーナーでした。みー未来ヒストリー。さてこのコーナーみー未来ヒストリーなのですが、まずみーとは私のふるさと愛媛県の方言の一つ、伊予弁で見てくださいという意味なんです。つまりこのみー未来ヒストリーとは、私の将来の夢の一つ、歌手としてのメジャーデビューに向けての道のりを、私柴百合への音楽との歴史を中心にいろいろ振り返りながらお話しさせていただくコーナーです。毎回愛媛のご当地ならではのエピソードもありますので、愛媛県出身もしくは愛媛県に広くは四国に関わる方は特にお耳を立ててお聞きいただければと思います。ではゆりえちゃんどうぞ。はい、ですね、はい、愛媛県にはライブ、まあライブするところがあるんですけど、まず一番でかい愛媛県での大きいね、はい、大きいでかいでいきなり大きい会場が愛媛県武道館なんですけど、まあ、6500人ぐらい入るところで、ここが多分一番大きい、はい、と思うんですけど、会場ですね。で私 の、 その愛媛県松山市っていうところが私も出身なんですけど、松山市の総合コミュニティセンターにあるコミュニティセンターっていうんですけど、まあ、略して私たちコミセンとか言ってたんですけど、コミセン行こう今日みたいな、あのいろいろなんかこうなんていうんですかね、スポーツができたりする場所なんですよ。ああ、そういうところなんだ、はい、でまあライブとかやったりしてて、そのあの有名なアーティストさん来て、今日何々来てるよとかっていうので、そこのライブ使ってるとかっていうのは、結構その地元じゃ有名みたいな。有名ですね。あ、なるほどね。そうです、そうです。ちなみにさ、その、はい、愛媛の有名なアーティストさんとかって、はい、いらっしゃる、まあいらっしゃるとは思うんだけど、結構いらっしゃいますよ。ゆげんちゃんがパッと思い出す中でもいいから。は、まあ、あの秋川雅史さん、千の風になって歌った、ね、うわ懐かしい。あとスーパーフライ、あ、愛を込めて花束、私もよくライブハウスで、ね、あの歌ってたんですよ、カバーで、はい、あーなるほどね。とかあと水木奈々さんとか。お、そうなんだ。はい、アニメ界の、はい、アニメ知ってるんで。そうですよね、安田さん知ってらっしゃるかなと思って。そうなんだ。それはちょっと俺のリサーチ不足をちょっと言いながら。で、なんか今その結構なんか私
なんか TikTok とか、まあ、そういう SNS で話題を生んだ大橋ちっぽけさんっていう方がいるんですけど、うん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 、その方も愛媛県出身の方だったんですけど、上録っていう曲がすごい好きで私も聴いててで愛媛県出身なんだっていうのを知って、あそこで知ったんだ、知ったんですよ。なんかその地元の なんていうんですかね、応援してるアーティストとかって安田さんいたりしますか？ああ 俺の地元、はい、地元の俺栃木なんだけども、はいはい、僕が応援してるのは秋山黄色さんっていう、はい、シンガーソングライターというか、まあ、歌手、同じ歌手で、はいはいはい、ね、それはよくライブ行ったりとか曲聴いたりとかしてますね、はいはい、なんか応援したよね、同じ地元っていうだけで。そうですね。しかも年齢近いとなんかお頑張ってっていう意味を込めてなんか CD 買ってしまうっていうのもある、はいはい、俺の中でなんかわかる、それは、はい、私も負けずにちょっと大橋ちっぽけさん頑張りたいな。いろんな方いらっしゃいますからね。そうですね、はい、ね、全然応援していきましょう、はいはい、結構地元の FM ラジオお、ラジオ上はい、いいね、あるんですけど、うん、FM 愛媛と、うん、あと FM ラジオバリバリっていう、多分今治やってるんで、なるほど、まあ、バリバリって言ってるんだと思うんですけど。なるほどね。あと FM ガイアって言って宇和島でやってる、放送されてるやつなんですけど、あと新居浜にあるハローニュー新居浜 FM っていうのは私車でよく聞いてました、家族の。ハローニュー新居浜 FM、 そのなんか耳に残ってるんですよね。ちっちゃい頃にさ聞いてるさ、はい、そういうなんか初めのフレーズってさ、はい、残るよね、耳の中で。残ります。あ、確かに俺も塾の帰りとかよく聞いてたわ、そういうのラジオでね、まあ、こういうラジオにも、まあ、将来出演できたらいいなと。あ、ね、将来ね、まあ、愛媛出身だしね、はい、いいね、その凱旋、はい、凱旋で帰ってくるって、ああいいな、絶対おばあちゃん泣いちゃうでしょ。なるほどね。なんかまあ そのあれなんですけど、私高校時代が、うんうん、あ、そうそうそう、そのあたりを踏まえた上でね、はい、ゆりちゃんの高校時代、高校時代なんですけど、ね、音楽だね、やっとちょっとね戻しましょう、すいませんちょっと話しすぎました。はい、あ、高校生の時とかは、うん、もうよく友達何人かとカラオケに遊びに行ってましたね、うん、なんか遊びに行こうイコール、うん、カラオケになるぐらい結構カラオケに行ってた時期で、高校生ぐらいの時は、ね、で、まあ、一番印象に残ってる、高校生の時に残ってる楽曲があるんですけど、安室奈美恵さんの Can You Celebrate っていう、多分皆さん知ってるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそのカラオケ行くたんびにお発行になってたんですよね。あ、自分の中での、自分の中で、あ、これ絶対歌おうみたいなのがそのキャインセレブレートで、あー、そのうちあれだね、なんか入れないのとか言われそうだよね。で、なんかこの曲の入りの音楽があるんですけど、もうそこを聞くだけで、あの高校生の頃を思い出したかのようにその懐かしい気持ちになって、学生を思い出させてくれる思い出の一曲ね、一曲ですね。あるよね、そういうのは、はい、あのそのフレーズもうイントロだけでね、はい、確かに確かに、俺もあるわそういうので、こう何回か話させていただいたことあるんですけど、うん、その高校生の時にカラオケ幼なじみと行ってる時に、うんうん、歌手になってみればという一言をもらって、うんうん、まあ、冗談半分だったかもしれないんですけど、私はそれで結構ちょっと、いや考えてみようっていう感じでちょっと考え出した頃でもある、高校生の懐かしい思い出という。なるほどね。結局あれだよね、結構あのカラオケで遊ぶっていうのは ね、はい、ね、確かに、なんか俺は近くにカラオケとかあんまりなかったからあれだったけど、はい、なんかそれはそれで楽しそうだなっていうのはありましたね、僕は。ないいな、そのラジオ情報からいろいろ聞けて、なんかちょっと今回楽しかったわ、はい、違いますね、今回も楽しかったですね、今回もですね、はい、ということでね、はい、はい、そろそろ締めましょうか、はい、以上、ミー未来ヒストリーのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-box.comセカンドベースまでお待ちしております。でね、安田さん、ほうほうほう、何でしょう。ちょっと思ったことがあるんですよ、はい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 、MJ50 のこのあるじゃないですか、 あれ
私もちょっと参加してみてもいいですか。おお、いいよいいよ、全然全然いいけど。MJ15 じゃなくて、うん、MYJ15 確かにそうだね、長くなるけどいいじゃん、ゆりえの M、 M じゃない、 Y を入れて、なるほど、ね、MYJ、 あ、いいかもしれないねな、次が数でしたっけ。そうだね、数だね。数なんかあります、数がもう、うん、ああまあね、寿司とか、まあ、あるけど、まあちょっと考えて、はい、考えるから、うん、考えておきますそれでいいですかちょっと一緒に、そうだね、考えて挑戦してみますか。はい、挑戦しましょうMYJ MYJ15 のコーナーで、はい、了解です、しました。はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と柴入江でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。